ファミリーマート新商品、愛媛県産マダイ使用、マダイの煮付け。この醤油の香りがね、めっちゃいいですね。またご覧のようにめっちゃ柔らかいですね。では、いただきます。このタイの旨味がいいですね。またね、このタイの旨味をね、この醤油がね、引き立ててくれてるんですよね。骨がありますんでね、食される際にはこの骨にね、気をつけていただければと思います。いや、これ白いご飯が欲しくなっちゃいますね。また個人的にはね、生姜が入ってればよりいいのかなって感じですね。